武州山高氏は、青森県南津軽郡並岡町出身で、藤島部屋所属の元大相撲力士。本名は山内高氏。身長191センチメートル、体重174キログラム、血液型は大型。最高位は西前頭三枚目。現在は、年寄り松山として、藤島部屋で更新の指導に当たっている。小学校時代には、 プロ野球選手を目指して野球で汗を流し、波岡町立波岡中学校時代から本格的に相撲を始める。中学校3年時の東北大会で優勝し、2位が古川忍、3位が加藤清彦であった。この3人は同じ青森県出身の同学年として互いにライバルであり続けた。 青森県立金城高等学校に進学しても相撲を続けたが、相撲部員が自分一人のみだった,た試合に出場することができなかった。なお、相撲の盛んでない金城高校へ進学したのは、中学時代に才能に目をつけた大東文化大学相撲部監督の意向があったからと言われている。大東文化大時代は全国大会に出場するなど活躍した。 相撲部の監督から武蔵川部屋を紹介され、大学卒業と同時に入門。1999年1月場所に幕下付け出で、初土俵を踏んだ。着実に番付を上げていったが、2000年5月場所中に左肘を故障し途中休場を余儀なくされた。以降、休場が続き一時は、序二段まで番付を落とした。幕下まではすぐに番付を戻したが、 膝の調子が思わしくなかったこともありなかなか幕下注意に定着できず一時は引退を考えた時期もあった。しかし周囲の励ましもあり2002年3月場所からは四行名を本名から武州山に改め再起を誓った。それから奮起し2003年に1月場所から5場所連続勝ち越して同年11月場所には十両に昇進を果たした。また、 この場所からの交渉制度廃止により、幕内と重量に番付がそれぞれ1枚ずつ追加された影響で7勝8敗と負け越したにもかかわらず、翌場所は幸運にも番付が1枚上がった。1枚左4つを取ると力を発揮し、重量でも安定した成績を残し、重量に定着した。怪我もあり、幕下に陥落していたが、二千六年十一月場所、 にて5勝2敗と勝ち越し、翌2007年1月場所での重量復帰を果たした。その場所では9勝6敗と勝ち越したが、3月場所から2場所連続で負け越し、7月場所は幕下に陥落した。その後、しばらく幕下に低迷したが2008年3月場所、東幕下筆等で4勝3敗と勝ち越し、5月場所で1年ぶりに重量に復帰し9勝6敗と、 8場所ぶりとなる重量での勝ち越しを決めた。7月場所では、千秋楽で、同じ勝敗で並んでいた北大輝との直接対決を、制して、12勝3敗で重量優勝を果たした。これにより新入幕の可能性もあったが、翌場所は東重量筆頭に留め置かれた。続く9月場所も勝ち越しを決め、年6場所制となって、以降で、星岩との33歳11ヶ月に次ぐ当時、 歴代2位の年長新入幕を果たした。2009年5月場所は再入幕で西前頭15枚目。この場所は6日目まで1勝5敗だったが、13日目に勝ち越し、最終的に9勝6敗。2009年9月場所は西前頭10枚目で迎え、14日目終了時点で10勝4敗と好成績を上げ、先週楽に勝てば、 関東賞を受賞できることになっていたが、負けたため受賞はならなかった。翌、11月場所では、自己最高位の西前頭3枚目にまで番付を上げ、それまで部屋頭を長く務めていた、宮城山の番付を、武州山が上回ったため、初めて部屋頭となった。幕内からは、所属していた武蔵川部屋が、藤島部屋に解消されて、 最初の場所となった2010年11月場所で大きく、負け越したのを最後に遠ざかり、翌2011年1月場所以降は重量での土俵が続くようになった。1月場所後に発覚した大相撲八百町問題に、採取で行われた調査では、八百町に関わらなかった力士として認定された第一号の力士となった。この不祥事に伴う3月場所の場所中止を挟んで、 場所の開催は再開されたが、武州さんの成績は、次第に落ち込み負け越しが続くようになった。36歳の誕生日を場所中に迎えた2012年5月場所、東十両8枚目で3勝12敗の成績となったのを最後に、入幕以降では初めてとなる幕下落ちとなった。幕下でも負け越しが続き、ようやく勝ち越した2013年1月場所をもって、 現役を引退することになった。引退翌日の読売新聞のコラム、編集手帳では、一件の曇りもない、ガチンコ力士認定者は他にもいたが、第一号認定は、武州やマゼキだった、支配ならぬ記憶にその名を刻し、末永く称えられていえい栄誉だろう。稼いだ勝ち星の数や、浴びた白紙喝采の数だけでは、重みを図れない勲章が、 男の人生にはあると激賞されている。現役引退後は、年寄り名跡、小野川を仮り株で襲名し、藤島部屋付きの年寄りとなった。年寄り名跡は2016年1月7日に、清見方へ、2020年5月29日に、春日山への仮えを経て、引退から8年後の2021年5月7日に、松地山を継承した。 巨体を生かした左四つの相撲が持ち味であり、入門当初は刺身にこだわっていたが後により身を重視する取り口に変わっていった。反面土俵際での爪がかなり甘く、2009年9月場所12日目のドスコイ FM ではしころ山が、そういや、武州さんは攻めていったら、ほんとよく土俵際で逆転負けしますよね。竹蔵親方も花道で見ていて、攻めたらダメだ。 攻めたら負けるって言ってましたもんと指摘していた。引き技にも脆い傾向があったが、現役晩年期には自身がそうした技を多用するようになり、その頃には上手投げも頻繁に決めるようになった。相撲2013年11月号81ページ。これは一生言い続ける自慢と中学3年時の東北大会についての本人のコメントが載っている。 特別調査委員会からは、通帳、携帯電話の提出を免除され、自身に対する信用のみで、ガチンコ認定を受けた。読売新聞コラム、編集手帳。元幕内の武州山が引退、初場所選週落スポーツ放置2013年1月27日、元武州山の小野川親方が、年寄り、清見方襲名、日刊スポーツ、2016年1月7日。 2021年5月7日閲覧。元部州山が、春日山親方に、名跡変更、サンスポ、コム、2020年5月29日、2021年5月7日閲覧。春日山親方が、年寄り、松地山を、襲名、日韓スポーツ、2021年5月7日、2021年5月7日閲覧。ありがとうございます。